皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアニメ薬屋の独り言第16話の視聴者の反応を紹介していくぜ。ぜ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。今日もマオマオさんの推理が始まる。今夜も謎解き始まる。まだ見ぬ物語たち。特に詳しくなるアニメ、推理パート提供かっこ提供はない。今日はローラン妃喋るだろうか。本日も、ウルさんのアンビバレントで癒される。ちと面倒なこと。今日も初手は背景。ちと面倒なことなんだが、評価、問答無用で面倒ごとを持ってくる人。いつもなら有無を言わさず面倒くさいことを持ってくる。人種様をなんだと思ってやがる。まおまお、辛辣。前置きを挟んだだけでこの言われよう。やだ、人種様の評価低すぎ。知り合いの知り合い赤の他人。それ他人じゃんけ。ほぼ他人ごと。羅漢の話か。ちゃんと知り合いの話のパターン。コナンの犯人。かわいい。乗り気な時に使える。妙に乗り気だな。そうでしょうか。顔に出てるぜ。後目争いに首を突っ込むマオマオさん。冒頭見逃したと思ったがそんなことはなさそうだな。マオマオの人種様へのイメージよ。胸筋にはいろいろ薬剤使うからか。全員の肩身が揃わないと解けない謎かな。小屋と兜と金魚鉢。マオマオ慣れてきて楽しんできてる。遺言を聞いた当人たちもさっぱりらしい。意味深別の意味がある時に使える。人種の座り方いいな。自宅だからめっちゃくつろいだ座り方で真面目で喋ってるのかわいい。準備がいい時に使える。そこまで詳しくは聞いてない時に使える。モノクルさんが仕掛け人じゃないか。誘い込まれてない?置いてからスーって前に押し出す仕草いいな。誰が頼んだかは言えないよな。仕事を増やされる時に使える。明日お時間をいただけるのなら。胸筋細工師の遺言。一つのピースが、戻ったら仕事を増やされそう。さて、お仕事でいけない人種様。意味深な遺言な上に、肩身分けの格差、おばちゃん強いわ。まおまお完全に探偵だな。馬船さん一発で変換できねえ。馬船、かわいい。今週も相棒は馬船捜査官。面倒くせえ相続案件に誘い込まれた。ああ、それは父のものです。薬を無合金。鉱石、鉛か?材料を仕入れる際に買ったもの。妙な趣味があるとか。人種様より羅漢さんの方がまおまおと馬が合うんじゃないかこれ?職人たちの茶飲み場になっている。部屋の真ん中にタンス。もう怪しすぎるだろ。変わった家具の配置だ。妙な統一感。タンスの置き場がどう見てもおかしい。ガラス窓?割と貴重では?固定されてる。固定されている。確か次男に肩身分けされたのは家具。何か統一感が。推理パートいいな。馬船の顔立ち好き。ガオシュンの若い頃も男前なんだろうな。ふう、なんか四角に開けてない場所ない?確かに中華じゃないな。西洋風で妙に長い窓。西洋の概念あるのか。栗が落葉してるから季節は秋から冬か。アイコンタクト。なんとも言えない時に使える。顎で使われる馬船。お部屋探しでマオマオさんがいると良さそう。やっぱなんか置いてたのか。察しの良さは天下一品マオマオは物知り。なんか変な構造の小屋よね。怪しいとこばっかの部屋だな。俺にはこのタンスだな。ガラスの金魚鉢。高価なガラス製。金魚鉢はガラス。ガラスの金魚鉢は価値高い時代。この時代の金魚鉢は小屋と同等の価値なのか。これは3なんだな、多分。鍵穴に入らない?木製なのか。鍵穴に入らんのか。穴に入らない、悪くない響き。穴に入らない。ああ、やっぱガラス製の金魚鉢。鍵穴のとこに日光が当たってる。めっちゃ謎解きしてる、コナンかな。ピッキングの出番かな。鍵じゃない方法で開けるってこと?上の3つ右から左に小さくなってるのか。三男次男長男。金魚鉢配置して光でなんとかするんでしょ。なるほど3つを合わせないと解けない遺言なんだな。兄2人がクソか。果てはてどうしたものか。親父も訳がわからないよ。末っ子の声好み。仲が悪いわね。末っ子以外は父嫌いか?いや全部に意味があるだろ。兄たちはねえ、仕方ないよねえ。ひねくれ三兄弟。お母さん来た。お母さんご健在か。親とはそういうもの。お父さんは兄弟に仲良く生きていって欲しかったのね。定位置決まってる。技術を伝えなかったのは人間的な未熟さか。定位置が決まっている。ガラス製の金魚鉢気になる。開かない引き出しの鍵と関連、あるかな?タンスに当たりそう?あそこに座ったら五光が差しそう。マオマオ何か気づいた?焼けた後?何かに気づいたマオマオ。謎解きパート始まった?マオマオ、あれれおかしいぞ。トリックに気づいたか。何か詰まってる。三つを組み合わせる?ん?中に何か詰まってる?今かよ。マオマオ、ひらめいた?今さらかよ。誰かに似てると思ったら、ガオシュンに似ている。馬船はガオシュンに似ている。かっこ苦労人。苦労人同士か。ガオシュン様に似ている。親子で困った顔。今気づくのそこ?今そこで気づくことかい。
このタイミングで気づくマオマオよ。ガオシュン様に。気にすんのそっちかい。ガラス製ってことは光に反射するとか。こやタンス金魚鉢。ここから導き出される結論は、兄弟を協力させるやつかな？ぐるっとアングル。ぐるぐる好き。こういうカメラワークもするんすね。つながった。マオマオひらめいた。鍵は金魚鉢？確かにガラスだし模様描かれてるから光で何かしそうだけど。謎解きは CM の後。やはりガラス製の金魚鉢が鍵か。マオマオ、脳細胞がトップギアだわ。あの金魚鉢を窓の定位置に置くとか？近くじゃなくない？なるほど、そこに金魚鉢を。金魚鉢に水を入れて窓辺に置いて、光がタンスの鍵穴に集中して、中の何かが溶けるか燃えるかして、タンスが開くとか？鉛の謎解き、丁寧に書いてるのありがたい。結構難しめの謎解きなので、一個一個じっくり説明してくれるのわかりやすいかも。回答編楽しみ。面白いなぁ。映像化されたことで思考の整理がさらに見やすい。今回は謎解きメイン。あーこれレンズか。動作が親子よねー。昔はこうやって水を入れていたと？触るな。うおっまぶし。レーザーなのかこれ。謎の光。なゼルダの伝説みたいなことしやがって。お触りは NG。目に入ると失明してしまう。邪魔？マオマオの知識があるゆえ。やっぱりレンズ効果か。虫眼鏡の原理。中の何かが焼けた。溶かすのか。はい綺麗。銃。すげえ仕掛け。おい何の意味があるんだ。なるほど太陽光で鍵穴の詰まりを溶かしたのか。どうぞって時に使える。小学校の頃ルーペでやったやつだ。ハンダか。ハンダも使っている。鉛中毒か。貧血や腹痛吐き気や気鬱。鉛中毒？鉛が溶けた匂いか。ハンダって懐かしい響きよな。鉛フリーハンダにしないから。気鬱って普通、使わないよね。ハンダって言うとタイトルの鉛か。そこまでの細工を。なるほどからくりだったのか。すごい細工するな。めっちゃコナンみたいになってる。鉛と鈴。石。アドベンチャーゲームみたい。鉛と鈴。鉛と鈴、まんまハンダの原料だな。みんな仲良く？その場で鍵を生成する仕掛け。末っ子だけ。まずは聞きなさい。だよね。三男だけは引き出しの割合に気づいたかな。窓の光が集中して溶けて、すごい職人だなぁ。末っ子さんあざ？マオマオ、合金かな？マオマオさん独断先行したず。これは末っ子だけが得意先になる感じか？へぇ。三本の矢ならぬ三種の金属よ。秘伝を受け継げるのは職人だけと、昔のように茶会を。ハンダ加工までよく知ってたな。マジでマオマオなんでも知ってるな。合金にして融点を下げてたのか。融点の低いハンダ。技術の継承は、三男坊は読み取ったのかな。兄さんたちと仲良くなって欲しかった。あーん。マオマオの知識量がすごい。笑わせんな。あれ？わかってたのか。なんだこいつらツンデレか？末っ子が一番技術力があるのか。おやおやこの兄弟たち不器用か。末っ子が一番才能あったのか。それ本人に言ってやれよ。末っ子が兄弟仲良くっていうセリフ、原作にあったっけかな。良い親父さんだな。遺言が末っ子になってるよ親父。そう思う時に使える。なぜそれをあんたの口から言わんかったんだ親父殿。不器用なパパ？私には関係ない時に使える。父親夫婦。マオマオさんドライだ。親の心子知らずか。末っ子がいい子だ。宣伝は基本。栄養を忘れないマオマオ。栄養活動は忘れない。お父さん紹介しておいたのね。軍師殿には分かっていたのだろう。羅漢のターン。メキメキ。いつの間にか入り浸るように。適材適所で仲良し。なるほど適材適所だ。浄化されとる。次男、承認が押してたもんな。丸く収まった？収まるところに収まったのかよかったな。役割分担できてる。三本の矢みたいなもんよね。適材適所に落ち着いた時に使える。お父さんのカットはオリジナルだな、よき絵だ。あの三兄弟は適材適所に落ち着いた。最後に先代が作った細工は素晴らしかった。宮廷細工か。三味一体の後継ぎか。適材適所ねえ、羅漢のくせ者感。CG 金具まだ何かあるんか？インスタ映えまで気にする羅漢。軍師殿のアイーンはワインと見えますがあの人超絶下戸だったよな。うさんくさい男。ワインみたいに飲んでるけど果実水、ジュースです。埋もれた才能、兄弟など関係ない。その話ね。相変わらず、うさんくさいな。こいつやりやがった。茶化してるな。マオマオさんに聞けとはまあひどい。怪しい。またの、羅漢どんだけ悪い奴なんやろうな。人士様苦手だろうな。お酒置いてった。はぁ、わざわざマオマオを指名。ものすっごい平和的解決になった三兄弟の結末。お疲れのところ恐縮な時に使える。羅漢様思ったより喋る、張り切って嫌がらせしに来てるからかな。はい。俺に化粧をしてくれないか。女装タイムか。は？人士様化粧する。俺に化粧をしてくれないか。
人士様に化粧。行くのか？おう、化粧のやつかで、ED。次回はお忍びデート会か。人士様、ちゃんと言わないと癖に目覚めたと思いますよ、この小娘は。次回、人士様の女装？長男が経理、次男が営業、三男が技術者というわけね。羅漢って男は結果がわかってるし、誘導も完璧すぎる、本当にいやらしい男だな。女装でもするのか？下手な女性より美人になるぞ。来週が楽しみだなぁ。次回女装会だ。あともらったやつは飲まない方がええかもな。羅漢、細部の仕掛けも知ってたんか。女装趣味でもできた？いや面白いけどまだ全容が見えてこないな。毎週あっという間なんだよなぁ。次回は立場逆転デート会だ。人種に化粧を耳金棒かな？絶世の美から永遠の美になるのか？この ED の二人楽しそうすぎて泣けるずっとここにいよう。この作品はこういう小さなエピソードが全部伏線になってるのがすごいんよね。化粧人士様よりマオマオの方が気になる予告。デートか？めっちゃムッキムキじゃん、あと可愛い。うおうおう、次回のマオマオ可愛い。も、萌え。うわ、焼き鳥頬張るマオマオ可愛い。次回街歩き。街ブラデート開始か。おうおう、美しすぎる人士様、来週だ。マオマオ可愛い。次回のマオマオがめちゃ可愛いのだが、果たして羅漢は人士の前で素の感情が滲む顔をするだろうか？と少し思っている。待って、街歩きの人士様かっこ人か、想像以上にぷっくりしてて可愛い。それでは今回の動画は以上だぜ。これからもアニメ薬屋の独り言についての動画をたくさん上げていくから、チャンネル登録、高評価で応援してくれると嬉しいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。